はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は前回と、同様の氷結の スパークリング、ラフランスのスパークリングとなってます。アルコール度数 5%、果汁が 1.9%、期間限定キリンです。原材料、西洋梨、果汁、かっこ、ラフランス果汁、と、ウォッカと糖類と酸味料と香料。甘味料が使ってない。グッド。グッドポイント。ね。まあ、どうでもいい。ちなみにラフランスって言うと、まあ、洋梨なんですけども。新潟県が、まあ、僕の住んでる新潟県が、なんか、多分、生産量第1位なんじゃない？知らない。多分。新潟県はラフランスで有名ですから。乾杯。うん。あ、うまい。うまい。ラフランス。うん。あ、うまいな。久々にこれラフランス飲んだな。ちょっと関係ないですけど、ね、まだチューハイの巡りということで、チューハイ、なんかいいチューハイねえかな、甘いやつで度数高くて。俺的にアルコール度数 9% で、あ、まあぶっちゃけ焼酎ハイボールとかはアルコール度数 7% なんですよね。だからできればこれ 9% ぐらいまで上げてほしいんですよ。うん、この味のまんまで。多分無理なんだろうけどな。まあ、ね。まあ、多分無理なんだろうな。まあやっぱアルコール度数変わっちゃうと、やっぱり味も変わっちゃうと思うんですけど。で、焼酎ハイボールの、で、なおかつ甘いやつ。甘い焼酎ハイボールの 9%。うん。まあ普通に焼酎ハイボール 7% だから割と高めなんだけどね。うん。で、あ、そうそう。あともう一つ。高野の缶酎ハイのレモンですね。こちらがアルコール度数 8% なんですよ。うん、で、ただこれ高いんだよね。で、こちらがですね、まあ、多分、甘味料も使ってないやつで甘くもないんですよね。うん。で、あと、レモンだけじゃなくて、グレープフルーツも 8%、アルコール度数。ライムだけ 7% ですね。あと、プレーンと、あとなんか、朝礼とかいう、缶酎ハイの朝礼レモンってやつ。こんなん見たことねえぞ。ただ、高いんだよ。缶酎ハイ一缶、いくらするっけな ?150 円ぐらいするよね。180円ぐらいするっけ。これ高えんだよ。うん、だから、ちょっときついね。うん。お。なんだこれ。まあ、だからないのか。
缶チューハイはうまいんだけどな。まあ、金があればな。チューハイって多分一番うまいわ。チューハイのシリーズだと多分一番うまい。アマゾンとかで缶チューハイ売ってるから。あ、何気に売ってるけど。うわ、たっけ。1本227円だって。はぁ、どんだけ高いんだよ。あ、どっか、あの、山屋とか、格安で。缶チューハイ。ないっすか。もう、なさそうだな。まあでも、うん。やっぱ宝のチューハイシリーズは、まあいいね。あ、そうそう。知ってるかもしれないですけど、これ豆知識です。まあ多分知らない人結構いると思うんで、これは言っときたいことが一つありまして、実はチューハイでですね、チューハイはですね、これ 350ml の入りなんですけど、ですね、500ml の缶が売ってますよね。実はあれですね、なんと、でかいから得だと思う人が大多数だと思うんですけど、あれ実は割高なんです。それもそのはず、なぜかというと、一般的に 500ml 缶は売れないんです、あまり。よってこっちの小さい普通の缶の方が売れてしまう。うん、で、まあ、簡単に言うと、これが1個100円ですよね。で、消費税込んで108円なんですよ。でですね。では、500ml はどん、何倍なのかと。350ml の何倍で 500ml なのかと。考えるとですね、約、今、500÷350 やって、1.428倍と。つまり、これが消費税抜きで142円なんです。うん。ね。500ml。で、だいたいでかいから安いだろって思うけど、その、142円以下だと思うでしょ。それがどっこい。そこら辺で、ほんと、スーパーで確認してみてください。これが税抜きで150円とかなってるのが結構あるんですよ。うん。っていうか、大多数です。普通に定価のこの142円以上、しかないですね。だから、量を買って得するということはほぼない。むしろ、損すると考えて間違いないです。だから、ちょうど 500ml 飲みたいんだっていう人間以外は、あんまりおすすめはしません。っていうか、おすすめしません。うん。確実に、ほぼ確実に損する。でしょう。ので、やばい。やばいんで、絶対買わん方がいいです。いや、これ本当ですよ。うん。チューハイだけです。ビールは 500ml の方が得です。量がでかいんですから、当然得なのはほぼ当たり前みたいなもんなんです。普通だったら。
通だったらね。うん。ビールは、チューハイとね、下手したら発泡酒もそうかもしれないな。発泡酒。ああ、あとそっか。チューハイだけじゃねえや。あと第3のビールもだな。第3のビールもあれ、得じゃないですよ。損です。あと、多分発泡酒もそうなんじゃないかと俺は思ってるんですけど。この3つは、チューハイ約100円と120円の商品は、絶対 500ml は買わない方がいい。です。まあ、あんまり、そこら辺ね、考えないで買う人は結構いるとは思いますけど。うん。実は全然得じゃないっていう。結構ね、騙されますよね、確かに。わかんないで買うからね、確かに。あ、どうせ安いだろって思って買ったりしてると、思わぬ、ね、状況になりかねませんか。あれ？ここもしかして山屋ってチューハイ売ってねえでやんの？え？チューハイ売ってねえの？うそー。あ、売ってるか。あ？売ってるか？これ。え、洋酒？あれ？売ってんのか？これ。あ、売ってた、売ってた。なんか分かりづらいところにあるな、おい。なんで洋酒のとこにあるんだよ、これ。酎ハイが。うん。ちょっと高いですね。うん。酎ハイ。宝の缶チューハイ。高ー！え、350ml200 円もすんだけど。やっぱそんなもんだったか。たっけな。多分普通のスーパーでも多分かなり高いぞ。180円ぐらいするな。おそらく。うん。高っ。こりゃ高いわ。ああ、そっか。自家絞りシリーズがあったな。タカラの。これもうまいんだよね。まあ甘いっていう。甘い。甘いチューハイでいくと、自家絞り、もううまいな。うん。自家絞り、シリーズ。で、なんかすごいのが売ってるんだけど、アサヒチューハイクラブプレーン 10リットルだるだるだって。なんだこれ。アサヒチューハイクラブって聞いたことねえんだけど。アルコール度数 8% だって。樽詰め商品。こんな見たことねえぞ。
チューハイクラブ、もしかしてこれ普通のあれじゃね、もしかしたら、これはまさか。ごくり。いわゆる大衆酒場で使われているチューハイとかっていう、まずいチューハイじゃないのか。薄いチューハイじゃないのか、これもしかして。しかも何にも書いてねえ、これ。原材料とかも何も書いてねえよ、これ。レモン味とプレーン味とドライ味があるんですよ。で、ドライ味が焼酎ベースみたいですね。これ怪しいぞ。これなんだ、詳細何にも書いてない。本気で。あ、でもなんかエキス分とか書いてあるな。チューハイ、ウォッカベースだから一味違う美味しさ。そのままでも各種サワーのベースとしてもお飲みいただけます。あ、怪しすぎるんだけど。これ買うやつ、店の、ほんとぼったくりのやつしかないんじゃないか。でも19リットルで、ちょっと待って、これ。やけに安いぞ。19リットルで。ちょっと待って、19リットル ?19 リットルで、なんか、ヤフーショッピングだと、6768円ってなってるけど、ちょっと安すぎないか、これ。19リットルだろ ?6768 割る19やって、1リットル356円なんだけど。ん?あ、でも、そんなでもないのか。1リットル356円ってことは、これ350ミリリットルだから、で、100円でしょ ?1、2、3個買えば。あ、でも、大したことないな。あら、別に安くなかった。むしろ高いぐらいのあれなんじゃないか。怪しいな、これ。でもこういうさ、変な樽のやつってさ、これどうやって開けるんだろう。これちゃんと普通に飲めるのかな?個人が買って飲めるもんなのかな?こういうのって本当に個人で買ったら、どうやったら飲めるんだろう。飲めるんだろうっていうか、蓋とか開くのかな、簡単に。その専用の機械に入れないと使えないとかさ、飲めないとかさ、そういうのじゃないよね。まあ、どちらにしろ俺は買わんと。なんどちらにしろ俺は買わんけど。どちらにしろ。まあ、缶チューハイは金があればな。たまに飲みたくなるんだけど。ただ缶チューハイのプレーンとか飲んでみたいんだよね。売ってないんだこれが。プレーンとか。ドマイナーすぎて。本当にドマイナーすぎて売ってねえんだ、これが。本気で。うん。はい、3444です。ご視聴ありがとうございました。